世界のリーダーのモノマネで話題沸騰のコメディアンがあの人のモノマネにも挑戦しました。両手を叩きながら堂々とゆっくり歩くアメリカトランプ前大統領。対照的にオバマ元大統領は軽快でスムーズな動きを見せています。オーストリア出身のコメディアンステファンさんは世界のリーダーたちが歩く様子をモノマネする動画を SNS に投稿しています。コロナ禍でもファンとつながり続けようと考えたのがきっかけで、今では世界で2000万人以上がこの動画を視聴しているといいます。岸田総理のモノマネをリクエストしてみると、I think he's a very controlled person. He wants to keep his emotions in shape and he wants to control it. And then he really had to fight his emotion with his lips, so to say. ステファンさんのモノマネの秘訣は見た目の模倣だけではないようです。I just watch it and I try to find the soul of the person. What it's really emotional. What I feel, what the character may be. And 世界的な物価高騰の影響はチケット販売にも及んでいるということで、ステファンさんは厳しい状況ではあるものの、より良い舞台を作っていくと力強く語っています。